5秒前。はい。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット系のカント、ターキーです。違います。今日はあの代打俺でスポンサーの、一スポンサーの、経営者でございます、大峰正和でございます。よろしくお願いします。あと本日ミキサー私キャンも入っておりますんでよろしくお願いします。妖怪人間ベムみたいな格好しやがって。いやちょっと、まあ、あの盛り上げないといけなかったんで、ね、皆さん見れ、はい、あのキャン君は見れないんですけど、 すごい妖怪び人間ベム化しておりますので、初っ端からここはなんかの悪霊の館かと思って入ったら勘違いしました。どうも皆さん、どうもよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、ちょっとストリーム、この番組は毎週お題を決めて、そのお題に沿った、リクエスト、曲のリクエストを募集しております。そして番組の最後にはですね、はい、本日のリクエスト賞ということで、はいはい、お一人様選ばせていただきまして、そうですね、僕リクエスト賞で今日、はい、あのターキーさんいませんから、あのパンパカッパーンというあの、はい、いつも恒例のやつを僕今日喉大丈夫かなと思ってちょっと今あえいうえをやっております。はい、はい、ご準備よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、このリクエスト賞に10回選ばれますと、はい、なんと、はい、3万円相当の旅行券、はい、もしくは同じく、はい、3万円相当のビザの、はい、商品券、はい、どちらかを選んでいただける権利が、そうですね、賞金の3万円は僕の完全なお小遣いの中から、はい、ということになりますが、はい、しかもね、皆さん累積ですので、はい、そうですね、どんどん取っていただきたいと思います。そうですね、あの免許違反と一緒ですからね、累積していけば免許の場合はね大変なことになってしまいますけど、はい、ちょっとスリムの場合はね、はい、だんだんとこう3万円に近づくと、旅行券とかにですね、必ず近づきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今週のミュージックバー F のライブ情報をお届けいたします。はい、今週木曜日、比嘉義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。そして7日金曜日、トムライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。8日土曜日、新京ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。そしてこれは来週の火曜日になりますけれども、春風ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、こちらもライブチャージは500円となっております。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造コシュグラ、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたします。いや、一応ね、ツイキャスのご覧の皆様にもね、そのスポンサーさんが何やってるかということでABS はこう A で、あの ABS はあのチャタン の、はい、あの58号線のチャタンの交差点の近くに今ビルが建っておりまして、はいはい、すごいいい格好のいいね、夜でもあの ABS っていうのが光るようにやっておられるそうなんですが、すごいですよね、あそこすごいんですよ、僕また買っちゃいましたけど昨日落とす素敵だね、あのね、僕のベンツが壊れました、昨日、あの故障しました、あのやっぱり、ね、故障多いんですよ、園外でね、なんかあのホイールセンサーかなんかがね、おかしくなってね、今日朝入院しております。修理代12万でございます。誰か払ってくれ。もう勘弁してほしい。でも、そうせ車たくさんお持ちですよ、ね、うん、そうですね、あの福岡と沖縄とで、あの、まあ、福岡はだいたいレクサスなんですけど、はい、まあ、こちらはベンツとかワーゲンとか、今日あのワーゲンで来ました。はい、ワーゲンで、いつもね、菅さんと遊ぶ時とかは絶対ベンツ乗って行くんですけど、はい、壊れてしまう。普通に走ってて普通に警告灯が出てしまうんですね。びっくりですね。SL63 という車なんですけど、ベンツの中でもちょっと特別で、その AMG のエンジン、5500cc の、
多分エンジンなんですかね。故障しやすいですよね。あ、そうなんですか。やっぱ塩害の問題が大きいみたいですね。沖縄の車は大体沖縄仕様で作られてることが多いんですよね。だからベンツはそうじゃないみたいですね。はい、さっきから僕のマイクにハエが、なんか来るんですけど大丈夫ですかね。何ですか。すいません、ここ虫が多くてハエ食べちゃうかもわからない。マイクあげます。ちょっとストリームをお送りしております。本日の、はい、リクエストテーマは、はい、なんと微妙な秋らしい曲。ああ、秋。そうですね、まあ、9月に入ってちょっと涼しくなったような気が。ああ、まあな全然沖縄は真夏ですけどね、はい、はい、まあ、秋を先取りということで。まあ、でもこの時間帯からちょっと秋っぽいかなっていう涼しさ出てきましたよね。あ、まあまあそうですね、朝夕はね、はい、あれですもんね。でも秋にまつわる曲ってそんなにありますか。いや、それを言われると、はい、皆さんね、ガオのツイキャスの皆さん、メールとかいただくリスナーの皆さん、どんなね、そうなんですよ、どういう曲をね、リクエストが来るのがすごい楽しみですね。ですので、ね、早速ですが、はいはい、あのメールの方をいただいておりますので、はいはいはい、ご紹介したいと思います、はい、これはこれでいいのかな。はい、多分間違いないと思います、はい、こんばんは、かんさん、体調不良でお休みのたきさん、きゃんさん、はい、もう、あの、はい、ターキーさんが休みっていうのはもうターキーさん有名な方ですから、もう皆さんご存知そうですね、皆さんご存知だったと。そうですよね。ラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトロンボーンです。はい、今宵のリクエストテーマ、秋らしい曲、うん、聞きたいのは岸田さとしさんの黄昏またマニアックすぎるやろ南沙織さんの人恋しくて、はい、そういう歌あるんですね、はいはい、そして伊藤咲子さんの木枯らしの2人、はい、知らんてなんかちょっと冷めてる感じですね。はいはい、はい、木枯らしですかね。太、はい、田裕美さんの、はい、ね、最後の一葉、なんか題名見たらちょっと良さげな感じしますよね。良さげな感じですけど、なんか、はい、そういう漫画があったようななかったような、なんか主題歌ですかね、はい、鈴木一平さんの、はい、夕張川、なんかあれですね、ローカル路線のあれ川ですけどね、来ましたね、はい、中島みゆきさんの、はいはい、船を出すのなら9月そんなことあるんですか。そんなこれ船ね、毎日出してる人どうなるんですか。ねえ、どうなんでしょうね。漁師さんなんか怒ってきますよ、中島みゆきさんのところにジャロに電話するかもわかりませんけど ねえ、はい、そして石川ひとみさんの秋が燃える、はい、あ、もうこれは秋っぽい歌ですけどです、ね、もう存じ上げないですね。はあ、山口百恵さんのささやかな欲望、なんかそんなあるんです、やらしそうですね。NSP さんの秋の木立ちと天気雨、はい、へー、森田つぐみさんの冬の哲学、はい、あ、冬来ましたよ、森田つぐみさん、はあ、聞いたことないな。そして吉田拓郎さんの、あ、この方有名です、ね、落葉、あ、これは有名な曲じゃないですか。ね、ね、ね、これはね、ですね。そして、はい、トンボちゃんさんの、これ北景色でよろしいんでしょうかね。そうです ね、そう、トンボちゃんですか。名前がトンボ、はい、芸名でしょうね。ね、トンボちゃんいう人はいませんから、ね。本名だったらびっくりです、ね。本名びっくりしますけどね。アグネスちゃんさんの、はい、愛の迷い語。僕はもうあのアグネスちゃん見たらあっかなうめえうね、あれが一番有名ですからね。そして岩崎宏美さんの、はい、思春期。そうですよね。思うと書いてね、秋とか、はい、まあ秋の歌ですから、ね、思春期の秋版ってことですかね、はいはい、でももしかしたら当て字かもわかりませんね、なんか読み方が違うかもわかりませんけど、読み方間違ってたらすいません、はい、吉田君さん、すいません、とりあえずこのくらいとりあえずとりあえずって、はい、ね、キャンさん、とりあえずこのくらい来ましたけどはい、この中から一つ選んでおりますので、はい、ぜひ聞いてください、はい、岸田さとしさんの黄昏。ワンズの寂しさを秋の夜って歌あるんですね、シュープリームさんのね、あ、シュープリームさん、あ、秋の雄大さん、こんばんは、吉田と同じ落葉ですね、あー、すみません、アムロちゃんの月っていうのも太田美智さんが、あー、はい、で、与那美博君は後ろ見キングボクシーって言ってますけどお前
そんなしょうもないコメントするなんて、ここへ来い、バカ野郎。マエンゴキングにどうしても対抗したい感じですね。そうそう。ライバル心むき出しですからね。世の中の銀の蛍さん、こんばんは。夜のお仕事しながら聞いてます。夜のお仕事夜のお仕事って何でラジオで。またよかったら教えていただきたい。はい、猫の大吉さんは総裁やる気満々やんと。そんな、すいません。やる気なかったらこんなとこ来へんからな。はい、うん、もうそうだよ、うん。あ、総裁こんばんはと皆さん、あれこんばんは。これ。もうやっぱり、これ昭和40年代ぐらいの曲ですかね、30年代そんな感じですよね。月光鬼塚千尋さんって、月光って秋の歌ですか？まあ、あの月見とかそういう感じの、あ、そこから行くと、あ、そうかそうかですかね。まあ、鬼塚千尋さんのね、ビブーは昔、前に僕番組で言って恐ろしいということをお伝えしたことあるんですけど、車で見たら怖い、車で見たらもうそれも夜に見るともう怖いというすごいアップがね出るという、はい、あのでしたけれども、思春期で合ってます。そうなんですね、うん。これ安室ちゃんはどこにやりました？安室ちゃんの月っていう、はい、上からちょっと上の方でした、ね。安室ちゃんの月光がありますよね。これね、後から出てきたりするので、うん、はあ、世の中の銀の蛍さん、普通に夜の道路工事です。お疲れ様です。いや、僕もね、高校時代、あの大輔と、ある某奈良 の、 あの、はい、なんだ、警備会社で、はあ、夜の工事の、はい、警備してましたけどね、はい、まあ、工事の方なんでしょうかね、土建屋の方ですかね。皆さんどしどしリクエスト、面白いリクエストください。よろしくお願いいたします。僕、秋って言われたらもう全然浮かばないですね。そうですね、うん、うーん、甘色のな、甘色の乙女はあれ秋ですか？あれじゃないですよね。季節は関係ないですね。ですよね。そうですよね。あ、沖縄台風大丈夫です、ブルガリさん。ご心配いただいて。はい、ブルガリさんのところは逆に大変なんじゃないですか？ねえねえ。ねえ、ベンツ、便器なら興味ありますとかありますけどね。俺の車便器ちゃうわ。便器みたいなもんやけど。いやいやいや。普通に走ってて警告灯ってね、現代が原因ですって、もう車じゃないじゃないですか。沖縄で乗れない車ですよね。あの、なんていうんですかね、この輸入車あるあるって感じですね。あ、そうそうそう、なんかやっぱりね、こっちのベンツは多いみたいですね、その、うん、あのベンツのディーラーさんのね、あの工場長の方に聞くとね。そうなんですね。たまたまね、その工場長さんが僕の同郷の隣の町で、はいはい、で出向で来られてるみたいで、あ、そうなんですね。たまたま聞いたら関西弁やったんで聞いて、そうやってびっくりしました。町、隣町なんですよ。でもちょっと仲良くなりまして、はい、でもベンツとかああいう輸入車になると、あの、まあ、今全部そうだと思うんですけど、はい、コンピューターで今全部制御されてるじゃないですか、はいはい、そうなんですよ。あれがね、逆にね、邪魔になる時があるらしくてね、誤作動とかね。まもなく曲が終わります。はい、はい、はい、ということで今日の1曲目、はい、野の中の銀の蛍さんじゃなかった、あれですよね。今日も多分おかしな銀のトロンボーさんから、もう一緒なんですけどね。マイムキングイコール総裁みたいなねとこがあるんですけど、はい、岸田聡さんで黄昏、はい、お届けいたしました。いや、いい曲でした ね昔ながらのね、なんか哀愁のある感じ。そうです。で、まあ、はい、まあ、曲の半分から僕ら車好きやから、はい、僕の故障した車の話してたら、キャン君にもう曲が終わりますって叱られまして、で慌ててあのヘッドホンをするという、そう、もうそしたら名前がね、そうですよ、すいません、ターキーさんがいない、もうどうしてもあと10秒ぐらいだったんで待てないなと思いました。そうでしょうね、申し訳ありません。ターキーさんはね、そういうこと言うね叱ってくれるんですけど、もういないから、ね、ま、あのということで早く治ってください、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、続きましても、ですね、メッセージ読ませていただきたいと思います。お願いします。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからゲストいただきました。ありがとうございます。菅さんとターキーさんとキャンさん、
お疲れ様でございます、うん、はい、今日は秋を感じさせる曲なんですね、うん、この3つを選ばせていただきました、うん、沖縄は秋を飛ばして急に冬がやってくるんですよね、もみじとかを見てみたい、まあまあまあそんな感じですよね、うん、ですね、はいはい、秋が深みか、秋がないような感じなんですね、うん、はい、はい、そしてもしも来週のリクエストお題が決まっていなければ、はい、ストレス発散ソングなんてどうでしょうか、おー、いいんじゃないですか、いいですね、はい、はい、夏休みも明けて、ストレス発散ソングね、はい、憂鬱な月曜日も明けてストレスが溜まってるはずです、うん、週の真ん中、水曜日前の夜、ストレス発散ソングで発散しませんか、ぜひよろしくお願いします、うんうん、では楽しく聴かせていただきます、はい、いつもありがとうございますということで、ですね、リクエストが進撃のめいちゃんさんです、ね、はい、進撃のめいちゃんさんからのリクエスト、アースウィンドアンドファイア、セプテンバー、そしてさゆり三日月、そして星野源でファミリーソング、この3曲全部知らんな、ね、いただいておりますけれども、キャンさん今日はどれでしょうか、はい、この中から選ばせていただきました、はい、アースウィンドアンドファイアーセプテンバーをお聴きください、はい、あー、この歌は知ってるわセプテンバーでしょ、はい、あー、こう、そういう題名なんですね、もうそのまんまな感じです、ね、そのまんまで、そのアーティスト名を知らなかったですから、あ、はいはい、あ、これはもう有名ですね、あ、夏の終わり森山直太朗、夏の終わり森山直太朗ですね、あとですね、安室奈美恵さんの月はありました、あ、そうですか、今ダウンロード中です、はい、で吉田拓郎さん の, あの落葉もその次にダウンロード待ちです、うん、待ち、今終わってるのは何ですか、今終わってるのはもう今この曲だけですね、うんうんうん、で申し訳ないんですけど、ラスキチさんのリクエスト曲、秋竹城さんがなかったんですよ、あ、ラスキチさんはまだ読んでないですもんね、そうですね、そうですね、あのメールいただいて、秋竹城さんの曲いただいてるんですけど、うんうんうん、秋竹城さん自体が全部なくて、秋竹城ってね、すごいあの、ね、ストリッパーの方でしたよね、そうです、昔ねすごいな、あ、でも 秋はないけど、僕はあの夏の終わりのハーモニーとか、あー、そうですね、山下達郎さんのさよなら夏の日とか、それはまあ一応秋になるんですもんね、はい、まあそういうのね、うん、ね、まあ、でも夏ってついてしまってますからね秋、やっぱり秋ってつく方がいいですもんね、歌詞とかにね、あ、野中の銀の蛍さん、柏原行くえか、これ榊原郁恵、柏原芳恵と榊原郁恵、難しいですよね、はい、秋のロンド、松田聖子さんの風は秋色とかも、もう仕事しながらこういうことを考えてるんですね、うん、すごいですね、そしてブルガリさん、三重県は強風と風がすごいわ、うんうんうん、ね、ベンツがどこか空飛ぶ車開発してなかったってどんななんですかね、いやいや知らんか知らん知らん知らん、あれまだ実用化まではいかなくて、研究はでも空飛ぶっていうか、タイヤがなくなることはもう研究 ね、 相 当、 ね、相当ですね、もう研究されてる、うん、なんでなんでしょうね、日本って車とかそういう技術とかあるのに ね、 ね、あんまりそういうどうなんですか、もっと最先端のこう大規模なものってないですもんね、作ってないですもん ね、 ね、やっぱりアメリカとかなんかドイツとかああいうところに先を越されてしまうんですもんね、うん、そうなんですよね、何なのかな、あのね、多分ね、僕今ちょっと思ったんですけど、はい、アメリカとかドイツってその採算度外視でするでしょ、日本ってやっぱり利益追求だから、はい、やっぱその開発費にその夢をというか最先端のこう進んだものに対してお金を出すってことをしないんじゃないですか、で、まあ、結局外国に任せてそれをまあ取ってって、で、まあ、応用して応用してなら、ね、中国のことを日本って批判してますけど、やってることはアメリカとか、ね、ドイツからすれば日本人なんて僕らが見る中国と一緒ちゃうんかってなってしまうんですよね、まあ、アジアってそういうモノマネが上手なんですかね、一旦 CM 行きます、あ、そうですね、一旦 CM、うん、行きましょう、そのまま、はい、あとあれなんです、ドローンとかそういった飛行系に関しては危険って言って批判する人国内多すぎるんで、そうそうそう、僕あのラジコン操縦士の免許持ってますけど、
あれドローンが、ね、飛ばすのに操縦士の免許いるんですけど、はい、やっぱりでもね重いんですよ、すごくで高いんですよ、やっぱ高いやつで50万ぐらいするんで、はい、結構狂気になるからね、あの免許取るとね2億のね損害賠償もついてるんですよ、ね、2年更新でやっぱあの怪我させて、あのやっぱ相手が亡くなるっていうこともあるものですからね、はい、結構スピードも速いし、競技用 のヘリコプターって本当にあのすごい動きするんで、そう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 、あれエンジンエンジンがエンジンのやつもあるし、一応基本はバッテリーなんですよ、あのバッテリーの方が扱いやすいから、すごいですね、このフフフフフフフみたいな、あれができるようになったら本当に相当なテクニックです。今はなんか電気屋でも1万2000円ぐらいで高性能のやつ出てくるみたいですから、まあ、4K とかじゃないですよ、もう大きいやつ、さっき言った50万は 4K とかの画像でもすごく綺麗に見えるんですけど、でも飛行時間がね、やっぱ30分が限界だから、バッテリー、今のバッテリーではね、うちはあの僕の持ってるドローン、こんな 手のひらサイズですけど、難しいやろ、小さいの、はい、あのこのブレは、動画のブレは抑えきれないんですけど、その場合 4K の動画が一応撮れます、うん、お、そうなんや、え、それでいくら2万ぐらい、2万ぐらい、そうやね、うん、そうそうそう、今それで出てんねん、あの中国製のものがすごく安価で性能いいのが出始めてるので、どあれ結局落ちて壊れるとこって羽やから、そうです、羽の替えのやつよ、アマゾンとかで売ってるもんね、そうですね、でもドローン楽しいよね、楽しいってたらほんまに画像がね、景色の綺麗なとこ行っても自分がこう 見るのと上から撮ってみるのというのはもう全然その神秘感が違うのですよね、海の色とかとこも特にですね、マイクありますね、ちょっとストリームをお送りしております、はい、また怒られましたね、キャンシビで切らされて4秒前まで2人でも一生懸命喋っていやいやもうすいません、ありがとうございます、はいはい、さあ今日はですね、秋らしい曲ということで、リクエスト募集しておりますけれども、続きましては、みちょ太田さんからリクエストをいただきました、はいはいはい、安室奈美恵さん月、こちらをお届けしたいと思います、そうですね、もうちょっと引退迫ってますけどね、はい、キャンさんいかがでしょう、はい、こちらのですね月という曲、今ですねダウンロードの方が完了してますんで、ね、はい、はいはい、ではおかけしたいと思います、ごめんね、終わってんのは落葉、はい、落葉はそのままいけるんだった、落葉もいけます、うん、で、あのシュプリームさんの、はい、寂しさは秋の色、そうですね、はい、あの上杉のボールさんで出てるんですけど、バージョン違いかわからないですけど、この作詞されてる方の名前で、はい、多分ボーカルの方じゃないですか、ね、了解です、猫の大吉さんがね、スミレセプテンバーラブですね、はい、あれはあれですよね、シャズナシャズナの方ですかね、ね、とかもしくは原曲のバージョンか、そうでしょ、原曲ありますね、そうですよね、はいはい、まあ、どっちかでもどっちかでも、はい、探しかはい、はい、あの歌手の指定はないので、はい、北島三郎さんの小春日和とかは春って書いてるやん、春って秋やって、秋ですか、秋涼しさ具合が似てるだけで確かに、山口百恵さん、コスモスも来てますね、じゃあ僕の好きな方でダウンロードしておきましょう、スミレセプテンバー、ブルガリさんのドローンで最高どれぐらい飛ぶのってあれしてたけど、あれ規制があるもんね、今ね、日本の規制上あの、うん、飛ばしきれるのは最大2km、あ、でもあれですね、有視界飛行っていうのがあるので、そうやろ、だからとあれやろ、あの、あんまり高いとこ行ったら航空法に引っかかるやん、はい、あれ確か 50m ぐらいやったんちゃうかった、300m 以下ですね、 300m 以下か、はい、そこまで飛ばせるんや、飛ばしきれます、あれなんか地域の、都心とか、はい、ああいうところでなんかそういう条例とかでもっと引っ越さなかった、そうですね、なんか建物の近くとか上がるんだ、だいぶあの変わります、そうやんな、なんかあれ分からへんで結構捕まる人おるよ、ね、あの難しいんで、だから外で飛ばすときは割とリサーチしてちゃんとやらないと、そうやんな、結構リスクは高いです、そうやんな、なんか山、あの丘の上とかね、ここやったらドローン飛ばす練習できますいうところなんか最近増えてるらしいけど、沖縄だと特にかあの海沿いだと、まあ、人口密集地じゃないからってことで、うん、飛ばせるだろうって言って行って、うんうん、風に流された結果それで捕まる、あ、そうかそうか、風強いからな、はい、沖縄はこの前沖縄で初めての、書類送検事案になった方はそれで
捕まってます。そうなんですよ、多いね、捕まってる人今。はい、あの火力発電所の方に流れちゃって場所が悪かった。あ、あそこの、あ、見える、こっち側見えるよね。まあ、なんかコントロール失っちゃったってことで、そう、あれ、うん、まあ大きいやつじゃないと風にね、影響を受けるもんね。ブルガリさん、そうらしいですわ。そして小春日和って秋の季語ですよということで、うん、来てますね。俺、僕も免許取ってるけど全然筆記とか試験ないもんね。申請だけで取れるから、はい、絶対違反する人多いよね。あ、申請だけ。あの申請だけなんですよ。ドローンは資格いらないんで。そう、この間聞いたの、自動制御されてる分、うん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 、保証だけ通れば使えます。そうそう、その代わり10時間以上のパイロット経験積まないと申請も出せないので、いろいろあんねん。自分は今それをできるように練習中です。あ、そうなんや。記録取って、僕も取ったんが、その保険がついて、その損害賠償保険がついてるっていうことだけですわ。あ、そうですよね。そうそう。じゃあマイクあげますね。はあ。はい、ということで、みちおたさんからリクエストをいただきました。ね、神秘的な感じで終わり方でね。ですね。はーい、でね。安室奈美恵さんの月、はい、お聞きいただきました。はい、さあ、そしてここでメッセージをもう一つご紹介したいと思います。はい。菅さん、キャンディさん、こんばんは。はい。そして、久しぶりに総裁、こんばんは。あ、どうもこんばんは。今日は秋に聴きたい曲がテーマですよね。一度間違ってしまってからというもの、番組を聞いて確認してからじゃないとメールができなくなった、体型はポーク、気持ちはチキンのラスキチです。ポークチキンっていうことになるよね。もうさて、おしゃれにジャズでもリクエストしようかと思いましたが、うん、私がジャズをリクエストするとなんだか雰囲気おばさんみたいな気がするのでやめます。もう、秋竹城さんの年上かもめをお願いします。うん、かなり大人にムーディーな、ジャケ写にもかかわらず、うんうんうん、曲が始まると冷や汗が出るほどのイントロで動悸がします。病院行ってくださいよ、病院。死んでんぞ。名前が秋だっただけで、どの季節に聞いても多分合いません。すいません、今日はこれでご勘弁ください。それでは最後まで楽しく聞かせていただきます、はい、ということでラスキチさんからいただいているんですけれども、はい、秋竹城さんが見つからなかった。そうなんですよ、申し訳ありません。ちょっとあの検索でストリーミングの方も出なかったので、はい、やはり結構古い曲、古すぎるんでしょうね。ちょっとあの権利関係が日本の場合難しいもので、まあ、いろいろありますからね、はい。まあ、もしかしたらこのラスキチさんのあのリクエストが今日リクエスト賞になるかもわかりませんけど ね, ね、何が基準でリクエスト賞なんだっていうね。そうですよ、もう、はい、中ってあの僕らを困らした順でね、こうリクエスト賞を出すっていうのもいいんじゃないかなと思いますけど ね, ね、はい、でございます。さあ、ですのでですね、はい、ね、続きまして、はい、今日浅野雄大さんから、はいはいはい、吉田拓郎さんで落葉ということをリクエストいただいておりますので、はい、こちらお聞きいただきたいと思います、はい。雄大君は僕福岡でこの間遊んだ方で、あ、そうなんですね。で、豚丼のお店で働いてて、はい、で百貨店で、はい、サイズでバンバン売ってるんですけど、その豚丼がめちゃくちゃうまい、タレと、めっちゃうまい、ね、で結構あのまあお取り寄せで取ってる方もいらっしゃるんですけど、うち今、まあ、結構あの食べてるんですけど、美味しいですよ豚丼。アレルギー治ってほしい。豚アレルギーなの？豚がアレルギーになっちゃったんですよ僕3年前に。なんでなの？あれ鶏とかもエビもそうでしょ？まあでも甲殻類が特に多いんですけど、結局あれなんですよ、あのタンパク質っていうの自体がアレルギーのアレルゲンになりやすくて、ああそうなの、ああそうそうそう、よく勉強してるね。僕の場合はあの原因は飼ってる猫のせいと、あと、うん、あのこのストレスが重なって、うん、その時発症しちゃって呼吸困難手前だったんで、まあ、うん、もうあれアナフラキーショックかみたいな感じ、もう食べないでくださいってもう止められちゃって、へえー。豚はもう大好物なんですよ。そうなんです。大学生の時になってもう毎日カツ丼食べてる生活だったんで、え、ほな今カツ丼もダメなの？もうダメですね、もう鶏カツじゃないと食べれない、まあ、いきなり鼻炎になる人もいますからね、うん、アレルギーって突然現れる可能性ありますからね、うん、ストレスって
誰かにいじめられてるのか環境がすごい変わりすぎちゃって、別のお仕事に就こうとしたときにもうそれに耐えきれなかった。環境大事よ。あのそれまで騒がしい職場だったのに急に静かな職場に入っちゃったもんですから、あ、騒ぎたかったんですね。っていうか騒がしい環境になっちゃったんですねあ、もう誰とも話さないようなカタカタやる仕事に就いた瞬間にすごいストレス溜まってたみたいで、あ、自分としては感じてなかったんですけど、あ、仕事合ってるなって感覚でやってたんですけど。そうか、 DJ やったり、まあ、プロレスとか好きってことは歓声のね、そうですよね、もう、ね、こうテンション上がることが多かっただろうから、うん、静かがもうおられへん。もうそうですね、もうなんか合わなかったみたいで、うわって出ちゃって、豚丼普通に普段通り食べてたらジンマシン出てきて痒くなって、そしたら風邪みたいにくしゃみとか止まらなくなって、でどうしたの大丈夫って言われて、風邪ひいたのって言われたら、もういや風邪とかじゃないと思う、そう腫れるからな、もう喘息みたいになるもんな、声も変わってゼーゼーしちゃって、でベッパって言ってこう本当にトイレでちょっと抑えようと思って見に行ったら、もうジンマシンとか出てる状態でした。病院行こうか悩んだんですけど、まあ、そしたらもうちょっと息が楽になってきたんで、あ、一応大丈夫だ。アレルギーって怖いからね。怖いですね。死に至る可能性もありますからね。はい、そばアレルギーとかね。ただ本当に豚好きなんで、めっちゃ食べたいですね。あ、でも大泉洋さんなんかエビ大好きやけど、アレルギーでらしくて、やっぱりしょっちゅう出るみたいでね。あ、やっぱ それでも食べられるぐらい大好きなんですね。そう、大好き、ね。だからもう大好きにもっとなって、はい、超えていくと毎回あのお薬持ちながら食べに行きたいですね超えていくんですね。でも元々今アレルギーあったというか、元々そのあれがあったということだからね。そうですね。じゃあ前かけます。はい、ということで浅野雄大さんからリクエストいただきました、はい、吉田拓郎さんの楽曜をお聞きいただきました。よかったですね。あの、はい、豚丼熊牛っていうあの会社に勤めておられるみたいですけどね、はい、結構あのお取り寄せとかもできますから、ぜひインターネットで見ていただいて、はい、皆さん豚丼熊牛、はい、よろしくお願いします。タレがね、なんかどっかのラーメン屋と提携してね、あの開発したやつだから、タレも美味しいんですよ。タレ付きでね、皆さんぜひ、はい、冷凍で保存できますから、はいはい、まず一度はお試しください。真空パックです、はいはい、で、はい、キャン君がその豚のアレルギーやいうことでね、今、うんうん、はい、こう音楽流れてる最中にツイキャスの方には聞いていただいてますけど、ラジオの方はまだ聞いてないんでね、あれですけど大変みたいですね。いや、意外とあの本当に大好きだったものなんで、最初の1年はつらかったですね。そうやんな。でなおかつ今まで平気だったのに急に食べきれなくなったから、もうこの人との付き合いで外食行ったりとか。あ、そうか、そうか、それつらいやろ。あのなかなかできなくなっちゃって。そうやろ。で居酒屋で食べるときはもうほとんど自分はもう食べないで、お酒だけ飲んで帰るっていうのが多く。辛いな、辛いな。それ、そうやな、カラオケ一緒にみんなで打ち上げ行っても食べんもんね。そうですよね、うん、そうか、気づいてやれんで、ね、ごめんな。去年の、去年あのもう今なんてだから、あのこちらに勤めるとき自分で持ってこないと結局食べるものないんですよ。あ、あ、そういうことか、はい、特番とかで例えば現場出た時にみんなで弁当あの買ってくるとかってなっても、ほとんど沖縄の弁当って豚類入ってるじゃないですか。入ってるよね。なんで沖縄って豚料理、ね、肉一番食べますからね、はい、一番食べる県民性なので。ソークそばかってそうでしょ、はい、だから基本好きなのに食べきれなくなったのは、まあ、豚の入ってる丼系とか、あの、まあ、そばラーメン。エキスとかも無理なんやろ。もう今は省いてくださいって言われてますね。お菓子とかにもね、ポークエキスって入ってますからね。そうです、そうです、そうです。だから難しいんですよ、すごく成分表見ないと。そうやんね、はい、ね、豚丼の宣伝してるのに豚のアレルギーの人の靴を語ってしまうとすいません、ちょっとでもあのそれだけ食べたいんですよ本当に。わかります。もう僕も好きなので。だからそうでもない方はぜひ行ってほしいですね。いやいや、まあ、そうやね。いやでも、うん、もしかしたらアグ豚はダメでもね、ここはアカン豚っていうあのアカンっていう地域があって北海道の、はい、本当にあるんですね。そのアカンっていうあのアーに安倍のアーに寒いって書くんですけど、そこの豚やったらもしかしたら肥料とか違うから出る可能性もあるもんね。とかあと、黒豚とかだったら大丈夫とかっていう方もいるみたいで。ああ、そうなんや。だゆくゆくはちょっと余裕ができてきた時にいろいろ試しながらがいいなと思って。危ないからな、はい、
まあ、せっかくですしね。そうやね。はい。ね、そこでね、もう一つね、あのかわ、ちょっと悲惨な話が、自分は職場で自分は職場で喋りすぎて反動で自宅に帰ると無口になるから前菜にはあんたといてもおもんないわとよく言われました。でいうことでね、シュプリムさんからどうフォローせー言うね来てますけどね、まあ、まあね、いろいろありますよね。あの人生いろいろですからね。そうでございます、はい、僕も家で同じようなこと言われます。あ、そうなんですね。はい、結構そういう方多いかもしれません。辛いなそれさあ、それではですね、続きまして、そんなシュプリームさんからねリクエストいただいてます、ワンズの寂しさは秋の色ということで来ておりますけれども、はい、大丈夫でしょうか。はい、準備できております、はい、なのでお聞きください。はい、歌あれですね。もうワンズですね、完全にね、最初からね、はい、この時代のワンズとか ジークとか、あ、ね、レビューとか、はい、まあ、ザード結構この間ね、僕カラオケ、で打ち合わせした時に歌わして、一緒にね歌わして、ちょっと気持ち心地よく歌わせてたけど懐かしかったですね。あの果てしない夢をっていう ね、前シュープリメムさんがなんかリクエストしていただいた歌、そうです、あの歌ってみようよと歌ってみたんですけど、はい、カラオケなのに長嶋監督降臨してましたね。そうですね、僕が長嶋監督のパートを歌いましてね、うわーって思って、ね、今セプテンバーラップまで準備できました。行きました、ありがとうございます、はい、ね、そんな中ブルガリさんのキャラが壊れております。ヒヒヒヒヒヒヒンってうまい以外聞いたことないで、コメントでコメントというか活字で、あと D のリクエストしてたあのダイナミック琉球も、うん、あ、はい、あ、ダイナミック琉球はあの甲子園でよくあの応援歌で一番流れてるんですよね。まあそうですね。で、その YouTube で上がってたのはね、はい、その一番最初のなんかあの歌詞の部分を一人の子が、あのみんなが静寂のところで歌うんですけど、はい、それでうまい子が何人かいてて、これはうまい言うてあの YouTube で上がってましたね、一人。また上手なんですよ、はあ、高校生の ね、これダイナミック琉球甲子園で探すと出てくるんですか。あ、出てきます、出てきます。あのいろんな高校があの、応援歌というか、あの流してますね。ギノタルさん、自分はカニが好きだけど突然カニアレルギーになった、目が痒くなり、らしいですね、まぶたが腫れ上がる。そうそう、あのまぶたがね、エビアレルギーの人、まぶたが腫れるんですよ、赤く急に。それがそのすぐ出る時と翌日かなんかに出る時があって、まあ口角アレルギーの方はそうらしいですね。あれ、キトさんが悪い。でもあのカニとかの殻っていいんですよ、あれ癌予防なんですよ、カニキトさんって言って。あ、そうなんですね、はいはい、やっぱね、あるんですね。なんでアレルギーって出るんでしょうね。僕らその動物でも犬、あ、そうか、犬でもアレルギーあるもんな。なんか肌荒れとか皮膚炎あるもんね。そっかそっか。曲が間もなく終わります。はい、ということで、シュプリムさんからリクエストいただきました、はい、ワンズ、寂しさは秋の色。そうですね。ね、この寂しさは秋の色は初めて聞きました。アコースティックバージョンがあるのは知りませんでしたという。まあもともとはアコースティックバージョンということはもともとのやつもあったわけですよね。多分 ね、ゆっくりな感じでね、でもとってもなんかいいいい感じでしたね、曲でしたね、はい、はい。さあ、そして続きまして、雷が怖いブルガリさんからリクエストをいただいております。誰でも怖いんちゃいますかね。雷は怖いですよね。雷怖いですね。中島美嘉さんの雪の花、お聞きいただきたいと思います。いい歌ですね。雪の花、もしかして、まだ準備できておりません。あ、何か、あ、そっかそっか。じゃあ、先に猫の大吉さんからリクエストいただきました、はいはいはい、スミレセプテンバーラブ、はい、こちらお聞きください。
ゲーム忘れてました。ちょっと慌てすぎ。かっちゃんさん、いらっしゃいませ。今声上げるのをキャン君が忘れてました。はい。豚アレルギーのキャン君が。でも僕もね、時たまなんか食べ物かわかんないんですけど、湿疹が出ることがあるから、なんかのアレルギーかもわからない。もしかしたら。気づいていないだけで、ね。気づいてないだけ。なんか、あるみたいですね。アレルギーの、なんか、あの、なんだ、検査あるみたいですもんね。自分が気づいてなくて、豚草とか、はい、あれでも、やっぱあるみたいですもんね。自分はあの豚以外に、あとミルクが多少と。俺もミルクはあかんかもしれない。腹下すし。一番やばかったのは犬と猫でした。やっぱ 犬と猫ってなんでアレルギーになってんのやろな。あれ経営なの経営かな。あの飼ってるせいでアレルギーになっちゃう。だから菌があるとかさ、独特のあのなんかやっぱりタンパク質らしいです。あ、タンパク質なんや。特に猫の場合は唾液だって聞いたことあります。あ、そう。唾液が菌について。今日のテーマはですね、毛が、秋らしい曲です。かっちゃんさん、よろしくお願いします。すいません、ダイナミック琉球から先に、はい、お願いします。じゃあもう続けてお願いしていいですか。はい、中島美香さん、一回曲止めないとダウンロードできないので。あ、はい。ブルーガリさんが、寂しさをラブホンに見ろ、あなたと私が合体する秋、突然すまいんで。これリクエストちゃえんけ。雷怖すぎてちょっともうパニックになってんじゃない。じゃあ切ってお話ししてから行った方がいいってことですよね。そうです。あ、ですよ、ね、一応あのダイナミックリクつなげる間に一回切って、その間にやりました。で、そのまま音楽自体はつながる感じです。うん、ちょっと頑張ります。お願いします。あのねのねさんの赤とんぼ、銀のホタルさん。あの赤とんぼって言ったでしょ、確か。赤とんぼの目を取ったら、ただのとんぼとかいうやつ。そんな感じの。歌詞でしょ。あ、そうなんですか。はい、あのねのねのあの清水さんのお姉さんはあれですもんね、ブックオフの大山社長ですもんね。はい、そうなんですか。アルバイトからあの這い上がられて、はい、で取締役になって確か社長になりましたよ。はい、あのお姉さん、そうですよ。すごいですね。清水さん、はい、清水国明さんだっけ。すごいですね。あ、彩香で三日月、よろしくお願いします。お、三日月ね、はい、久しぶりです。三日月は秋、歌詞に秋があるのか。やっぱりですね、月が秋というイメージ。あー、え、そうですか。え、僕月って秋のイメージ。あ、十五夜のお月様とかいう意味。はい、あ、そっかそっかそっか。だってあのみちさんなんかは、先ほど、はい、月と団子と何かの、ああ、そうか、言うてましたね。あ、はい、すいません、みちさん。話聞いてませんコメント見てませんし。今くらいだったら大丈夫ですよね。あ、出す。三日月 OK です。で、雪の花、今ダウンロード開始しました。あ、はい、ありがとうございます。あ、ここの、このソロで歌う部分ね。をその高校野球の応援の子、まあ、野球部の子だと思うんです。ベンチ入れない子が一人ここを歌ってから、後でガチャンジャンジャンジャンって始めるんですよ。すごいですね。あの大阪桐蔭とかも確か使ってた。ああ、そう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 、大阪桐蔭とかね。あ、どこやったかな。 2,3 個ありましたよ。はい、だけどあの生間さんが嘆いてました、うん、歌ってるのは僕です。あ、そうや、あの、うん、本人は知られてないっていう。あ、そう、歌が一人歩きしてる。そう、そうやね。みんなに、あ、この人が歌ってるんだって言われるって言ってましたね。うん、あ、実は3週間ぐらい前にゲストさんで来られてて。あ、そうなんや、はい、なんかこの間小座に一作来てたやろ。あ、そうなんです。いや、びっくりした。僕も聞かされてなくて、自分送迎係だったんですよ。で、だから一作さん直接向かってるから自分会えなくて、悔しいなあ。今になんかダサかっこいいでな、こうやって、はい、USA 言うて、カーモンベイビーじゃないですか。あのリズムに乗せてこんなやつ。そんなの関係ねえから、ね、そんなの関係ないからこうした
上の方やからな。下やるとそんなの関係ないですね。違うから。もうこんな感じでもう悔しいです。悔しいやろ。俺悔しいですと俺あの知念岬とすれ違ったことある。今年。全然悔しそうな顔してなかったです。すれ違ったけど。めっちゃ楽しそうだったね。そうそうそう。いや楽しそうじゃない。なんかあの取材かなんかで、あのスタッフの方が先歩かれて、パッてそれ違うって思って顔も特徴あるじゃないですか。まあ、普通に悔しくなさそうです。普通に歩いてます。普通に。なんかちょっとあれですね。残念な感じ。いやもうどうします？雪の花が5分41秒、うん、三日月が4分39秒あるんですけど、生駒明さんもあと3分ぐらいあります。じゃあ生駒明さんをバックにして今話をして、そうですね、リクエストショーとかも今で言っちゃいます。今で言っちゃってタイトル三日月、あ、タイトルが来週のテーマ、はい、そうですね。一応雪の花もダウンロード済みましたので。ですね。で、めいちゃんさんからもう一つ来てるんですよね。テーマに関することですよね。はい、じゃあ一旦下げます。はい、ということで、はい、ですね、D からリクエストいただきました。はい。生駒明さん。まあ、秋が入ってるっていうだけなんですけどね、お名前にダイナミック琉球、お聞きいただいておりますけれども、これはね話題になった甲子園でも応援歌で、YouTube とかにもよく上がってますから、僕もちょっと、はい、あの本物は聞いたことなかったんで、はい、今やっぱりいい曲だなと、結構ねやっぱり皆さんが好きな曲ということでね、甲子園でもよく使われているということですけれども、ここでですね、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからもう一つお手紙いただいて、お手紙というかねメッセージいただいております。そしてもしも、まあ1通目がありましたからね、来週のリクエストお題が決まっていなければストレス発散ソングで、これは再来週でお願いします。来週はいよいよ9月16日まであと5日、安室奈美恵さんの引退日、安室奈美恵さんの楽曲のみリクエストってどうでしょうか。引退後も聞けますが、引退コンサートフェス前にどうでしょう。では楽しく聞かせていただきますということで、あのね僕ね、まあ沖縄の人間じゃないからかわからないんですけど、まあ福岡とか僕仕事行ったりとかしたら、あの福岡のバスが全部安室一色なんですよ。安室さん一色。はい。で福岡の方も結構安室ファンが多いんですよ、女性の方で。あのいろいろ SNS とか見ても安室さんのファンがすごい多いでしょう。あのもしかしたら僕一時期あの浜崎あゆみさんが安室さんがまあ出産される、あのTRF の方とサムさんと結婚されて、で一時期出てこられなくて、浜崎さんがバッと出た時に、あのどうかな、もうちょっと人気がかけたんちゃうかなみたいなこともあったのにね。あ、そうですね、すごいなと思ってね。はい。沖縄の女性なんかもほとんどアムラというか、アムロアムロでしょ、すごいなと思ってね。確かにいい曲歌ってるんですよ、スーパーモンキーズ時代から、僕 CD 持ってましたけど。だから根強いファンが、ね、そうなんでしょうね。で今綺麗でしょ、ね、年齢変わらないでしょう、そう、もう一度お電話いただいて ね、ここもしよかったらここに来ていただければいいなと思ってるんですけど、まあ、そんなに、ね、遠くはないと思います。そうですよね、沖縄でその後す、ね、住まれるんでしょ、ぜひちょっとストリームにお電話ください、はい、キャン宛てで、はい、キャン宛てでお願いいたします、ね、よろしくお願いいたします、はい。さあ、どうしましょう、まずはもうブルガリさんからリクエストいただいている曲、ね、はい、中島美嘉さんの雪の花かかっておりますので、こちらお聴きください。あ、雪の花何分でした。雪の花は5分41秒なんで、ということは先にあの短くて全部流せる、あの彩香の三日月の方から流しました。うんうん、了解です。4分39秒なんで、エンディングの発表の時にバックで、はい、バックから流し、そうかな、思いっきりタイトル間違えましたね、僕ね、大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫、あの
ちゃん来てくれたら嬉しいです。嬉しいところじゃないですか、ね、やっぱり、ね、こういうコミュニティ の、ええ、あの曲ってやっぱ地元の方、イッサさんもそうですけど、はい、まあ、戻ってきてるとか番宣があるとか、ええ、そういうことを、まあ、抱き合わせにして出ていただくっていうのは、ええ、やっぱり一番あの鉄則みたいですね。そうです。だからもしかしたら引退されて、ええ、あの普通の大手の、ね、曲とかには出ないけど、ええ、FM 沖縄とか、はい、でもこういうコミュニティやったら地元のあれで、あの活性でっていうことで、もしかしたら個人的にね、個人的に来てもらうのが一番いいもんね。出演料とかいらんし、うん、うん、ぜひ天野さん聞いておられたら個人的に、はい、僕がもしちょっとお車代欲しいとか出演料の件がありましたら私口に言っていただければ、車でも僕の僕止まんないから、車売ってても呼びたいと思っております。でもイッサさんが来てたのが一番びっくりでしたね。あ、忙しいはずなんで。そうやね。いや、あのやっぱ番宣とか今ね、USA でもまだまだこう広げていきたいっていうのもあるだろうし、ですよね。それは明日でも紅白間違いないんじゃないですか。うん、そうやろうね。で、コザってやっぱりロックの街だから、もともと音楽の街だから、はい、やっぱりミュージシャンもやっぱ意識するというか、うん、そうですね、うん、それもあったと思うし、うん、FM コザすごいな。これはびっくりしました。じゃあ、うん、な、じゃああれな、絶対言われへんねん。有名人が来るときスタッフとかみんな言っちゃうと、はい、あの、うん、もう騒ぎになるから、やっぱほんまに先に漏れると人が来ちゃうので、そうやね。やっぱ自分がそうじゃなくてもやっぱりな、周りが分かっちゃうもんな。知ってる人だ。な、なんか今日そわそわしてんな。まあ出てからは自分親に報告しましたけど。ああ、それするするする。いや、それで俺も志村けんとある料亭でおった時、俺固まって握手しに行かれへんかったもん。ダチョウ倶楽部とかいらっしゃったけど、うん、そんなもんや、そんなもんや。実際目の前にいらっしゃるとですね。そうそう、いらっしゃるとやっぱり、うんうん、またわーって集まるよっても二度と来てくれへんからね。そうですね。まあ、言うてやね、やっぱこれな、名曲やもんな。これで100万枚ぐらい売れたんじゃないの？売れてるってことでしょうね。ねえ、有名ですもんね、ラジオでよくかかってるし。あ、シュープリームさんから、安室ちゃんは京都の、下鴨神社だったっけ、の近くにできた高級マンションで生活する説がありますやって。いや、あの家はね、何軒か持っておられると思うんですよ。あ、ですよね。あの、スタッフから提供されるとか、極端な人言ったらファンとか、はい、何もそのファンから提供されるとか、うん、そういうのあると思うんですけど、沖縄で基本住まれるような気はしますけどね。なんかそんな気がしますよね。ねえ、でなければもう海外かっていう。海外の線が一番ね、あるかもわかんないですね。うん、海外かもしれない。海外が一番いいですもんね。住みやすいですもんね。沖縄おったらみんなやっぱ買い物行ってもやっぱり握手求められたり、うん、そうですもんね、分かってしまうから。で、子供さんとかが学校行ったらすぐ分かりますもんね、うん、名前が安室だから。加藤登紀子さんも来てるしね。そうですね。はい、先ほどは失礼しました。かっちゃんさんからのリクエストで彩香の三日月をお聴きいただきました。いい曲ですね。うんうんうん、さあ、ということでちょっとスリム、今週も2分を切りました。はい、まずはですね、来週の、はい、お題、ストレス発散の方がよろしいですか、ね。うん、そうですね。めいちゃんさんから2個そうですね、お題いただきました。はいはいはい、もうあのめいちゃんさんの2個推しでいきましょう。はい、ただ安室ちゃんだけっていうのもありましたけど、安室ちゃんやったらね、うん、まあ、安室ちゃんでもやっぱり16日でしょ、なんか確か9月の16日が、あの最後の日と日曜日、はい、まあ、安室ちゃんの日でもどうなんでしょうね、皆さん ね、うん、余韻に浸りながら18日の方が、そうですね、うーん、かもわかんないですね。はい、では来週はですね、うん、ストレス発散ソングということで、はい、リクエスト募集したいと思います。はい、さあ、そして今週の、リクエストショーの発表です。はい、パンパカパーン、パン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 パカパーン、パカパッ。今週のリクエストショーは、はい、野の中の銀の蛍さん。あ
ホタルさん、はい、もう座布団6枚ぐらい行ってませんか？いや、かなり行ってますね。そうですよね。もう僕の財布もだんだんとあのチャック開けていかないといけない、ね、状態になってきてますね。なってきておりますので、はい、皆さん、どんどんね、リクエスト、はい、メッセージよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、上村酒造越蔵、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。追加その皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。来週もまたよろしくお願いいたします。それではライブ終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。もう楽しい。これいいな。キャン君ありがとう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。来週またよろしくお願いします。